はい、サッカーキング YouTube チャンネルをご覧の皆様こんにちは。本日なんですけれども、海外の強豪来たるということで、明治安田 J リーグワールドチャレンジ2024パワードバイドコモ、そして J リーグインターナショナルシリーズ2024パワードバイドコモ、こちらの開催直前特集をお届けしたいと思います。進行はサッカーキング小松です。よろしくお願いいたします。はい、そして、本日実は久々なんですけれども、はい、ゲストをお越しいただきました、サッカー分析 YouTuber 兼、サッカークラブチワボ東京監督のレオザフットボールさんです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。実はご無沙汰でございまして、はい、よろしくお願いします。本当に僕らの YouTube チャンネル出ていただくの、はい、YouTube チャンネルってのは当時ニコ生とかだったんですけど、はい、5年とか経って、そうだったんですか。もうしっかり数えてなかったんで、久々だなぐらいしか思ってなかったですけどそうなんですよ。で5年前も一緒にさせていただいて、そうなんですよね、はい、ツーショットトークしたんですけども、はい、意外とあれですよね、レオさんとその前も一緒に海外行ったりとかして、そうなんですよ。それでお近づきになれて、はい、で小松さんがちょうどあのトテラムお好きなの知ってたんで恐縮でございます。はい、今日、はい、そういうのところで話せるんでちょっと心強いですね。自分だけじゃない、ほら、いや何をおっしゃいますか。僕音符に脱行してるちょっと僕の見立てが合ってるかとか、ちょっとそういう話もしたいなと思います。いやぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今回なんですけども、7月8月に改めですけど、はい、開催される明治安田ワールドチャレンジ J リーグインターナショナルシリーズについて、来日する海外クラブ、はい、そして対戦する、J リーグクラブがいろいろありますので、どんなチームなのかっていうのを、はい、レオザさんに主に話していただきつつ、はい、前編を僕らのサッカーキングの YouTube チャンネル、そして後編を、レオザさんの YouTube チャンネルで公開ということで、はい、ぜひこっちにも来ていただけたら嬉しいですね。はい、コラボということで、そうですね、そこに言うコラボですね。はい、なので、大体僕らの方で、手話東京の監督でもいらっしゃるので、はい、監督目線のところでも話していただきつつ、いや、もうそれ多いですね、もうレベルが違いすぎて、分かる程度に、はい、で、レオさんのチャンネルの方でもこう具体的な、ね、はい、分析の話とかも、ぜひしていただければというふうに思っております。はい、で、具体的なちょっと話をする前に、はい、ちょっと改めて、はい、今回の、そのね、はい、来日クラブのところのこの試合のところの概要をちょっと僕の方から、ね、先月ながら、はい、今回のこの明治安田ワールドチャレンジ、そして J リーグインターナショナルシリーズなんですけれども、J クラブの国際試合経験機会っていうのを、継続的に創出することで、J リーグのフットボールの水準を向上させていくと、はい、いうことと、世界のトップレベルのサッカーをね、実際にこうやっぱ日本の皆さんにも、たくさんの方にこう見ていただいたりすることで、サッカーの魅力をより多くの方に知っていただこうと、こういう取り組みになっております。はい。で、育成という部分でもですね、ヨーロッパのトップクラブのチームと、子供たち、こう接点作ってもらうことで、J リーグですとか、日本サッカーとか、サッカー全体のこう普及を促進したりとか、試合機会を確保して、育成世代からこう世界にね、こう体感する機会をこう創出することも一応重要な目的となっているとこういうことになってまして、結構ね、来日するクラブもこう何年も続いていたりとかしますね。はい。レオさんもやっぱりこう、なんていうんですか、こう普段やっぱヨーロッパでやってるのをこう見ながら喋ってたりとかすること、はい、もちろん J リーグもありますけど、はい、こうでもこうなんか一緒にやってるっていうのを見るのが楽しいですよね。そうですね。そうですね。やっぱ J リーグも、今回だとこう世界に挑戦みたいな、ヨーロッパのトップレベルに挑戦みたいな感じになりますけど、僕自身J リーグがちゃんと強いっていうことを証明する機会だと思ってるんで、挑戦者としての気持ちは大事なんですけれども、なんかリスペクトしすぎないで戦う J リーグのクラブを見たいなと思ってますね。でなんかこういうところからこう、はい、見てもらって興味持ってもらって、はい、なんていうんですか、サッカー入ってもらうとか。そうですね、 J リーグの方がヨーロッパ見る、ヨーロッパサッカー好きな方、プレミア好きな方が J リーグ見るって、こういうところでね、きっかけの一つとしてすごく大きいと思います。であとこう何ですか、来日するクラブ、意外とこう、現役の選手がいたりとか、そうなんですね、有名な選手見れるけど、はい、プラスアルファみたいな。その後半とか出てくる選手と、はい、あら、この選手すごいいいな、みたいな。シーズン始まったら出てないな、みたいな、ありますよね。で、なんかこういうところで見とくと、はい、なんかきっかけになりますよね。で、シーズン始まって、あいつ出てきた、みたいな。それをね、サポーター同士で、日本のプレシーズンの時に、出てた、あの選手、すごいいいよね、という話盛り上がったりとかもありますし、後々有名になった時に生で見れたぞ、みたいなありますね。一応なんか前回シティが来日した時は、はい、コールパルマ
まあ、今チェルシーですけど、はいはいはい、が来て出てたりとか。確か僕昔、直接見に行った時に、うん、シティ、あ、見たんですけど、マリノスと戦ってる時に、はい、こんなにあのプレシーズンみたいな感じなのに、あのウォーカーがペップに怒られるんだって一緒に見てて結構僕の目の前で怒られてたんで、はい、ちょっと面白かったですね、そういうのを見れてた。いや、僕もあるんですよ。僕は去年じゃなかったですけど、アルテッパさんがまだコーチやってる時に、はい、あ、そうなんですか。試合終わった後、ペップにずっとなんか、はい、5分10分ぐらいセレモニーやってる横の方でコーナースポットぐらいのところでずっとなんかわーってペップに説明されててあるんですよ。あ、コーチがですか。へえ。で、アルツさんがずっとはいはいみたいな感じでもうアーセナル行こうって思ってたまあ思ってたかもしれないですけどいいとこ見れましたね。いや、でもなんかそういうの見れるのもなんか面白いっていうか、はいはい、いいなっていう感じ。確かに僕はあれです、あのそれこそ、もう20年とか前ですけど、はい、メッシーがまだ30番、はい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 、の時のやつを国立で見てて、あ、本当出たっての時ですか。そうです、まあ、トップ上がりたてと、はいはい、ウイレでまだメッシーだった頃ですねそういうやつですよね。表記が定まってないぐらいの頃のメッシーを、はい、で、なんかそれずっと20年後でも喋れるじゃないですか、はいはい、その時からあれですか、もうちょこちょこなんかこうこの選手すごいなみたいな感じだったんですか。なんかその時は僕サッカーそこまでその時実は見てなかった時期で、はいはい、でも友達にクレがいて、はい、で、いや、いいんです、あ、そうなんですか、注目なんだよ、カンテラーノでみたいなことを言われて、はい、いや、それが今じゃもうサッカー界の神って言われてるわけですからね。そうですよ、そうです、すごいですね。そういうチャンスもあるかもしれない。今回そういうね、ネクストメッシ的になる選手が出てくればいいですね、はい、いや、期待はしたいです、うん、はい、で、まあ、ちょっと具体的にね、はい、本当にたくさん来日して試合もしてくれるので、はい、まあ、ちょっと駆け足になっちゃうかもしれないですけど、はい、まあ、ちょっと各試合というか、いいですね、各チーム、はい、まあ、主にちょっとヨーロッパ側の方を中心になるかもしれないんですけど、はい、ちょっとそこを話していければなと思っております。はいはい、で、まあ、まず一つ目、はい、メジアスが J リーグワールドチャンピオン2024パワードバイドコモ、はい、7月27日ですね、はい、27日土曜日19時キックオフの、はい、国立競技場開催のヴィッセル神戸対、トッテナム。いいじゃないですか。はい。こちらですよ。いやー、これ、すごい楽しみですね。僕、念願だったんです。あ、そうなんですか。まあ、一応、このチャンネルでは何回も言ってますけど、はい、スパーズ一応サポートなんで、うん、いや、いや、ついに来るっていうのと、あい、なんで来てくれたんだろうこれ、またどんなメンバーなんでしょうね。わからないんですよね。まだ何とも言えないですけど。いや、僕、まあ、僕の場合結構まんべんなく見たい選手多いんですけど、ファンデフェンとか見たいんですけど、来てくれるかなあの、あれなんですね、左利きのセンターバックで、はい、もう、まあ、足速いっすね。もう、画面で見て速いの分かるんで、直接見て、あの、ストライドの大きさと速さとか見たいなと思いますよね。はい、正直、まあ、加入1年目じゃないですか、はい、こんなにやるって僕は思ってなかったんです。はいはいはい、なんか、まあ、前回の夏にいろいろセンターバック取るみたいな噂がある中で、はい、ファンデフェンですって言われた時に、若いし、まあ、ボルフスブルクでどのぐらい、はい、やってるかっていうのはあんまり、なんですか、つかめないのと、うん、まあ、ボルフスブルクからプレミアに来て、どれだけ適応できるかなみたいなの心配だったんですけど、もう。そうっすよね、もう。クラブサポーター選ぶ年間 MVP とか。あ、そうだったんですか、やっぱり。とかに選ばれたんですけど。いや、この、まあ、ロメロもいて、あの、このファンデフェンもいてで、フォーバックなんで、この2人になると思うんですけど、ファンデフェンのこの、あの、左利きでビルドアップしながら、広いスペースを、あの、守れる、強さがあってっていう。まあ、本当、ポステコグルーがやるサッカーで、こういう人欲しいだろうなっていう選手をちゃんと取ってきたっていう感じの選手ですよね。うん、で、あとは、もう一人、控えの立場だとまだ思うんですけど、見れたらいいなっていうのはドラグシン。うん。ドラグシンが、本当、うまく成長したら、次のファンダイクになるような、もう大きくて強くて賢いっていう選手になるんで、この辺は僕的には楽しみな選手たちですね。ドラグシンはお兄さんがケバブ屋さんかなんかです。あ、そうなんですか。弟をすごく広告とか使ってます。あ、そうです。ルーマニアでですか。ルーマ、トルコとかかな。なん、はい、多分国またがってやってたと思うんですけど、まあ、多分ルーマニアでもやられてると。ドラグシンのお兄ちゃんやってる店ですって感じでやってるんですか。そうです、賢いですね。いや、なんかそういう SNS とかでもちょっと楽しんでたりするんですけど。これちょっと、はい。はい。いや、あの、マリノスのサッカーも見られた上で、スパーズのサッカーも見られてって感じなんで、うん、うん。小松さん的に、こう、共通点というか、あ、これポステゴが、あの、トッテナム来たら、こういうサッカーなんだろうなと思ってたの、結構やっぱそれ出てますか？まあ、アタッキングフットボールは、ね、はい、ポステゴールさんよく、マリノス時代からも言われていて、はい、まあ、オーストラリア代表の時からもそうでしたけど、う
って言われていて、まあ、どれぐらい落とし込むのかなっていう部分は思っていたんですけど、はい、まあ、それをだいぶ極端にじゃないですけど、はいはい、振り切ってやってくれてるなっていう感じはしますね。うん、いや、なんかビスマとかサールとか結構前の政権でくすぶってたりとか苦しんでた選手たちが、はい、なんかこう、まあ、そのなんですかね、こう環境ポセゴグルーがこう君たちの良さを出しなさいみたいな、うん、なんかそういうところの精神的なこの支えを与えられたことによって自分のこのやれることを思い出したり気づいてってどんどん伸びていく感じがとってなお昨シーズンあったなと思いますね。与田さんから見てこう、はい、ポセゴグルーさんの、まあ、評価というとあれかもしれないですけど、はい、こういかがですか、監督。あれですよね、このこ上昇というか常に勝つ確率をめちゃくちゃ高めて詰めてみたい人ではないと思うんですけど、ただその詰め方みたいなのが他の監督と圧倒的に違って、それが攻撃を選手たちのこう技術を信じてこう組み立てるんですか。普通ならセットプレーとかそういうところでやるところをキーパーからの攻撃とかで構築していくっていう、すごい独特な監督さんだなって思います、ね、うん、なんで哲学はっきりやって、それがあの選手の能力があってのこの具現化できる哲学なんで、どうしてもサッカーって相手より上手かったら思ったプレーできますけど、相手がフィジカル的技術的に高いとそれできないじゃないですか。その時だけちょっと心配というか、やっぱ苦しんでるなっていうようなプレミアリーグで見てますね、うん、でもそれいかないところはもう本当にポセオグルダーができるサッカーをトッテナムでやってるなと思います。まあ、正直最初の3ヶ月連続でしたっけ、はい、月間プレミアリーグ最優秀監督パンパンパンって取ったじゃないですか、はい、ちょっとやりすぎだなと正直思っていました。あそこうまく入れたの大きいですね、はい、いい監督でも結果出なくて不信感出てくるってありますけど、あの最初の入りが良かったですよね。まあ、一応ボードも用意はしていまして、はい、まあ、スパーズですと大体まあ今季はまあこんな感じが多かったですかね、はい、そうですね、はい、いかがでしたか、まあ、結構極端にハイライン取るようなポステコさん監督ではあったんですけど、はい、なんか話いろんな教えられてた選手とかから聞くと、その選手的に言うと守備のところは例えば深い位置からのクロス以外はこのペナルティーボックスより中に下がらないようにディフェンスライン設定しようで、これっていいのが相手がこのライン上で駆け引きするときにオフサイドになりやすかったりとか、このスペースがここが狭まりやすいっていうのがいいところなんですよ。ただちょっと弱点として相手が助走をつけてオフサイドラインを破ってくる場合に、まあ、ずっとここじゃないですかね、こういう風に高い位置取ってるときに前はプレスが一人行ってるけど他がかかってないから逃げられたときに他の選手が裏取ったりするとやられるみたいなのがあって、なんでこのあたりが相手が、まあ、さっき言ったレベルが高くなるとちょっと8割方の相手には OK なんですけど、残りの2割のクオリティ高い相手にやられるみたいなのは守備であったんで、ただこれ結構哲学としてすごい重要な部分らしくて、なんで多分それ変わらないんで圧倒できるサッカーの時はいいんですけど、そうじゃない時に苦しむっていうのは守備面であるかなって思いますね。まあ、だからこそ、まあ、ファンデレンが生きたりとか、そうですよ、まあ、ロメロがちょっとリーダーシップ取ったりとみたいなのが生まれたシーズンではある。強くて速い選手がここ重要で、それでなおかつパスもさせるみたいな。で今度攻撃の方行くと幅取ってる選手がいて、サイドバックも中入ったところ始まりますけど、ここが結構サイドバック上がってトップ下下がってきたりとか、ここは結構フレキシブルに動きながら、このパターン練習でボール前に進めるみたいな、うん、これが結構ポセゴール独特だと思ってて、相手を想定したコーンとかマーカーみたいなこう人型のやつ置きながら瞬間的に降りてきてそこに当ててみたいなのをものすごく繰り返すらしいんですよ。なんでポステコグルーのあのサッカーって当然選手うまいのはあるんですけど、あれをセットプレー的に繰り返してるんで結構リスキーなビルドアップもおよく抜けれたなみたいな、うん、こういう監督いなかったんで僕それやってると思わなかったんですよ。なんで逆にマリノスとかポステコグルーの後で苦しんでるのは同じように選手の技術あるんですけどパターン練習にはしてないんで、うん、ちょっとやっぱテンパりがあるんでしょうね選手にとっては。なんでちょっとポステコグルーがというか今のトッテナムが苦しむとしたらそのパターンにない守備をやってくる、ものすごく人にいっぱいついてきたり同サイドに押し込んだりとかよくあるゾーン的なフォーバックとかの守備をしてくるチームと違うパターンだといくら上手い選手たちもテンパるってあるんで、それはちょっと J リーグのチームに期待したいところです、うん、そうですね、うん、はい。まあ、今お話しいただきました通り、まあ、結構マリノスの時見てたポステコグルーさんのサッカー見てた方は割となんですか、はい、コンセプト的にはやっぱり同じというか、うん、まあちょっとこうセンターバックの能力に頼りがちだったりとか、やっぱ守備、マリノス時代もやっぱそうだったりとかしましたけど、うん、まあそれはでも、
何ですか、懐かしさでもあり、こう歴史を感じられるじゃないですけど、変わってないなっていうところがあるかもしれないですね。あれやっぱ何よりもやっぱもう、まあ、メディアの方も特にそうだと思うんですけど、やっぱ語れる監督ってありがたいじゃないですか。まあそうですね、はい、ストーリーを作りやすくっていう。そうなんですよ。で、あとポステゴグルーに関してはそこの何ですか、この立命でこれが得点率上がってるか失点率上がってるかじゃなくて、ポステゴグルーってこういうの好きだよね、こういうのやりたいよねっていうので、こう文にしやすいですし語りやすいんで、こういうところで話題にできて、こういうキャラクターがある監督さん増えるのってすごい重要なことだもんね。かつてのモーリーニョとかみたいな、なんでそういう監督さんが、まあ J も増えてきてますけど、なんかどんどん増えてきて、サッカーファンの人が喋るような文化になってくるといいなと思いますね。記者会見面白いんですよね。あ、そうですよね。合間合間にね、メイツって言ったりとか、ちょっとこうオーストラリアなまりの英語なんで、ちょっとこうゴニョゴニョって聞き取りづらい部分もあったりはするんですけど、まあ、それでもこうウィットというかジョークが入ってたりとかして面白いですよね。いい監督さんだとやっぱりそこの起点聞くっていうのがあって、ジョークうまいですもんね。まあ、たまにちょっとはっきり言いすぎちゃうんで、ありますね、やるいらねを VAR はいらないんだとか、まあ、いらないんだとまでは言ってないですけど、あとなんかアーセナルが優勝しかけてる時とかに、なんかスタッフがむしろ負けろみたいな言ってたみたいので、なんかすごい怒ってましたね。いや、僕だから最後のシティ戦行ってたんですよ、ホーム、はい、変な空気でした、やっぱり。あ、やっぱそうなんですか。はい、なんかそういうなんか2日にわたって言ってたんで、相当怒ってるなって思いました。うん、そうなんですよね。はい、で、はい、まあそう、スパーズはまあそう、ちょっとお話ししたいけどね、はい、結構絡む強い、ずっと監督がね、はい、まあ、ポチェッティーノさんは割とこううまくやる兄貴、はい、反撃派だっていうな監督でしたけど、そこからモーリーニョがやって、はい、まあ、ヌーノがやった時もありますけど、はい、コンテもやってみたいな、はい、こう色味が強い中でこうポステコさんがやってるっていうのも、なんかこうようやく収まったのかなっていうか、1年通じて監督やってくれたのがようやくポステコグルーさん。また日本来る時の補強とかそういうのでチーム力アップしてるのかどうなのかっていうので、うん、結構大変なポジションが埋められるかっていうのは楽しみですね。そうですね、はい。まあまあ大黒柱でソン・フンミンがいまして、はい、まあ、例えばブレナン、まあ、ビスマとかサールってお話もいただきましたし、はい、逆に前の方の有名どころ話すの忘れちゃってましたね。言われたらクルゼフスキーとかいっぱいいい選手いますもんね。そうなんですよ、はい、例えばクルゼフスキーユーロ出てないんで、スウェーデンね、うん、とかもあるし、まあ、ウェールズも出てないんでブレナン・ジョンソンがいたりとかっていうところで、うん、まあ、その辺の選手たちがコンディション異常態で来てくれたら、ね、いいプレー見せてくれるかなっていう感じです。あとトップの選手が誰が今後軸になるのか取ってくるのかっていうので、僕は結構ね、ギラシとかこのまこなす出てくるから、はいはい、取ってほしかったんですけど、来なかったんで、まあ、ちょっとね、別っていう、現時点では別のところに。誰になるんですか、トップは。いやずっとトニーとか言われてますけど、はい、いやまあでもなーっていう感じ、まあ、最近だとサンティアゴ・ヒメネスとか言われたりもしてますけど、はいはい、いやそのあたりが来たら全然サッカー変わるんで、ちょっと来た時にじゃあそういう選手が来てて新しいトッテナムを作るのに取り掛かってるのか、誰をゼロトップにしてるのかみたいな、だってサール使ってる時までありましたからね。ありました、ありました、はい、マジかよって思いましたけどね。なんでそういう誰が真ん中やって2列目の構成どうするのかみたいな、いろいろできて全部がなんか70点から85点行き来してるみたいな感じになってたりとかするんで、これを一番100点近い人が誰になってるのかみたいなのが楽しみですね、はい。まあ、そして相手はヴィッセル神戸ということで、はい、まあ、国立まで神戸出向いて試合をするということになりますけれども、うん、まあ、吉田さんの吉田隆之さんのもと、はい、昨シーズン J1 王者として、そうですね、ついに吉田さんも苦労人というか、はい、うまくやってますね。いやですし、やっぱり聞くとやっぱり選手たちのこの強度への意識っていうか、はい、走って戦うぞっていうところですごい目線が揃ってみたいになってるん で今もそういうサッカー直近でもやってましたし、なんでこっちはこっちでなんか哲学が結構、ま、真逆に今チーム状況がそうさせてるっていうか、吉田さんは結構いろんなサッカーやる人だと思うんですけれども、今のポステゴのトッテナムと吉田さんの神戸っていうのはちょうどスタイルウォーズ的なところで面白いなと思いますね。やっぱ監督ってその中間管理職のいい部分と悪い部分全部背負いながらやるしかないじゃないですか。チームの顔なんですけれども、決して監督って全権を持ってるわけではないんで、で選手たちが動いてくれてこその監督なんで、それは僕も自分で経験してることなんで、今の神戸のなんかこう日本人の大物選手がいて、で神戸ってい う, こ う,、ね、こうプレッシャーがかかる状況の中で、うん、今の結果出してるっていうのはこう素晴らしいことだと思います、うん、はい、ということで、はい、話熱中しすぎて俺せっかく持ってきたのが、おお、取るぞ、アンチポステゴグル
これ出しとかないとですよね。いいっすね。てか、あれですよ、デザインおしゃれですね。かっこいい。まあ、あんまり大きな声で言えないところで買ったんですけど。使われるから。いいっすね。はい、それもフットボールの醍醐味っすね。はい。ということで、はい、こちらの試合は7月27日19時キックオフとなっております。はい。国立競技場で行われます。はい。はい、そして2チーム目。はい。はい。こちらは J リーグインターナショナルシリーズ2024パワードバイドコモとして行われまして、はい、7月31日、7月31日19時半キックオフ予定、埼玉スタジアム2002で、浦和レッズ対ニューカッスル、はい、そして8月3日、土曜日19時キックオフ予定で、こちらは国立競技場で横浜 F マリノス対ニューカッスルということで、はい、プレミアリーグからもう1チーム、ニューカッスルがやってくると、はい、ということになりまして、しかも2試合やってくれると。いやー、お疲れ様です。はい。ニューカッスルは、まあ、昔武藤選手がね、所属したりとかして、そうですね。知りますけど、まあ、歴史のあるクラブで、イングランドね、北部のチームですけれども、近年はこうなかなかあまり成績が良くなかった時も、ね、はい、ちょっと続いてましたけれども、はい、こうクラブがね、はい、オーナーさん変わってる、ね、オーナーさんが、はい、買収がありまして、2021年から、うん、はい、変わりまして、まあ、そこから資金投入もされ、はい、選手も取り、そしてエディ・ハウさんがやってきまして、はい、22、23シーズンは4位、23、24シーズンはちょっと7位だったので、ね、はい、少し足りなかったですけども、うん、まあ、それでも、まあ、上位争いをできるクラブに今なっているよというチームでございまして、はい、エディ・ハウさんっていうのも、はい、なかなかもしかしたら、はい、そこまで詳しく知らない方もまだまだいらっしゃる監督さんかなとは思うんですけど、ね、うん、そうですね。なんかエディ・ハウに関しては、まあ、僕はボーマスの時から見てますけど、はい、やっぱなんですかね、こう、簡単に人の性格言えないですけど、結構優しい人なんだろうなって思ったりとかするんですよね。見てて。で、それが、ニューカッスルって結構チームとしてブラがあって、ものすごく強度高くて、熱い試合ができるという時もあれば、なんか本当に、なんかコロッと負けちゃうような試合もあったりとかして、そこってこう、モチベーションを、こう、お尻を叩いて乗らせる時と、褒めて乗らせる時みたいなところが、ちょっと難しいのもあったりするんだろうなと思って。で、ニューカッスルは、セントジェームスパークでは本当、リバプールでいうアンフィールドみたいな、もう異常な熱気で、もう相手を観客ごと圧倒するみたいなのがあるんですけど、これ日本でやるんで。で、これオフシーズンなんで、はい、結構ニューカッスルが、その、いいチームなんですけど、テンションを上がりきれさせないうちに、J リーグのチームが、こう、ホームの関係の声援があって、仕留められるみたいになったらいいなと思うんですね。しかも相手がまた、レッツとマリノスですからね。はい。お客さんたくさん入るんで、いや楽しみですね、はい、いう感じですね、はい。まあ、ハウさん、はい、ワックですかね、はい、でもエディハウの戦術語るって難しいですね。基本的に強度高めての人だったりもするじゃないですか。そうなんですよ、はい、もうトリッピアも疲れてるでしょうしね、はい、来る時には、はい、僕個人的に注目してる選手としては、移籍したかったらギマライスがもうやっぱ見たいですね、うん、はい、強度高くて技術高くて、もうどのチームにも欲しいような、もう本当体の強い上手いミッドフィールダーという、本当ここにいる選手で拾う打ちどころないみたいな選手なんで、あとはイサク、はい、まあ、ここでしょう、そうですね、はい、ここか、まあカラムイソンとかセンターフォワード系使われるときはここなるかなみたいなんですけど、この2人が特に注目で、イサクに関してはサイズあるんですけど、ヌルヌルドリブルできるというか、うん、この自分の射程圏内からボールを離さずにどんどん動かせるんで、結構相手と距離が近くなってても鼻先でかわすというか、ボールがイサクの方に味方してるみたいな抜き方をできる選手なんですよね。なんで結構ニューカッスルは後ろからゲーム作ろうとすると低い位置でサイドバック張ってはまるところできたりとか、選手のコンディションによってボール失いやすいとかあったりするんですけど、ただJのチームの方がボール持ってて、ニューカッスルがしっかりプレスかけた場合、そっから、この、味方とかボール繋いでる側を食っていくプレスみたいなのがどんどんハマっていくときあるんで、ニューカッスルを乗らせない状況に、ニューカッスルが苦手な状況に J のチームに追い込んでほしいなと思いますね、うん、このチーム。はい。そうですね。イサークもね、まあ、さっきのクルゼフスキーもそうですけど、はい、スウェーデンでね、ユーロで見れないっていうことに、ね、なったんで、はい。ここもいいプレーとかをね、見せてほしいなっていうところではありますね。そうですね。はい、あとはもう、バーン来るか、僕バーン見るのも、生で見たらバーン、もうでかいんで、はい、でかさの左サイドバックってあんま見ないと思うんですよ。
とこのバックライン、はい、バックラインもちょっとねキャラがいろいろあって面白いですからね、はい、中で特に僕はワーナーのでかいあの2メートル近いのが2メートルあんのかな、もうサイドバックがもうサイドライン上下運動してみたいな、でセットプレーで突っ込んでみたいなのが、本当生で見るとあの肉弾戦のあの筋肉ぶつかる音っていうのも、うん、あの楽しみの一個だと思うんで、そこも注目ですね。まあその辺はプレミアリーグというか、まあイングランド的なところも感じられますね、はい、そうですね、はい、僕はやっぱりちょっとあれですね、ジョエリントンがずっと見て、ジョエリントンこの辺の人だったんだけどな、そうですよね、気づいたらここなんだよなみたいな、はい、あれを、まあ、入荷するで魔改造されたじゃないですか。いやいいと思いますね、ジョエリントンはあの前行ってうまいけどボール来ない時に消えちゃう選手だったんでここで強度出しながらうまさ出すっていう、この入荷するのテンション次第で、うん、こう試合がどうなるかって、だから本気の入荷する引き出すみたいな風に、まあ、慣れる両クラブのクオリティだと思うんで、うん、これも楽しみですね、はい、エディハウさんがどれぐらいこうモチベートしてくれるかですね、はいはい、で、まあ、相手が浦和、はい、マリノスですと、はい、で浦和は、まあ、監督さんを、まあ、新しくなってヘグモさんでやってますというところで、ヘグモさんは、はい、あのレオドさんから見てどういう監督って思ってますか。いや前のキャリア見てないんで、はい、今浦和でこの試行錯誤しながらたどり着いてるサッカーがどのぐらいイメージ通りなのか、結果ここに流れ着いただけなのかっていう、うん、結構前線の形とかもあのこれって固まりきってないんですけど、はい、最近の形がウィングラが入ってサイドバック高い位置取ってみたいな感じなんで、なんでああいう風にこうサイドバックとウィングが旋回しながら相手を押し込んでみたいなのが目指した形なのか、なんか結果になったのかっていうのがちょっと、まあ、気になってるかなと思いますね。そう今入荷するこっちでいじってたからこっちをいじろうと思ったけど、さすがにレッツで合ったなと思って、そういうのありますよ、はい、なんでまあヘグモさんは、まあ、基本的に、まあ、この形でやってますけどね、はい、であとはあの無理して繋がない時の裏側って結構強くて、やっぱりあの前にボール蹴って押し込んだ後に繋ぐのはすごくいいと思うんですよ。ただ低い位置で繋ぐ時に裏レッツこのワンアンカー気味になって、で相手のプレスの形が、まあ、こういう風にまあ、4-1-2-3 だとしても結構よくあるのがインサイドの前に出てて4-1-2-3になります。でこの時に後ろでこうボール持ってる時にこういうエリアに人がいたりとかすると当てて落としてとかあるんですけど、これが結構ビルドアップの時にワンアンカー気味になったりサイドバック開いてみたいな形で、うまい時はつながるんですけど、それが相手に食われちゃった時にここのスペースうまく使えたりサイドバックちょこっと高い位置取ってるともう本当にカウンターが決まりやすい形になる。でこの時にさっき言ったみたいにこの前線にはゴードンいたりイサクいたりっていう形があるんで、形というか強力なタレントがいるんで、ここ繋がないでここから勝負する裏だったらめっちゃいいなっていうふうに思います。あと個人的に僕前田選手好きなんで、あ、はいはい、なんであの直近の使われ方の感じだと使われるかどうかわかんないですよ、ソロバッケンとかいるんで、はい、なんですけどもうドリブルキレキレなんで、あのキレキレのドリブルでこの入荷数のバーン切り裂くとか本当に全然通用するって言い方が失礼なぐらい普通に切り裂くと思うんですよ。なんで前田選手がベストなコンディションでここ行けたいですけど、出れるかどうかっていうのが分かんないんで、ケアの感じとか、まあそこはこうプレシーズンマッチでもあるので、はい、まあいろいろな選手をやっぱり試す場でもあると思うので、郷さんも。まあ今ちょっとスカットをね、うん、ちょうどこの収録の段階のタイミングでは、まあ酒井選手ですとか、はい、そうなんですよね。はい、ショルツ選手も対談が決まって、はい、ソルバッケン選手も、まあ一回、まあローマに戻るっていうことになって、うん、っていうところで、このスカットがね、ちょっと一回ちっちゃくなっていて、うん、また新しい選手もちょっと入れながらって、はい、試す場にもなりそうな感じがしますね。そうなんですよ。なんで、あとは渡辺龍馬選手とか、はい、すごくあの、少ないタッチで周り生かしながら自分ゴール前に入っていけるんで、逆にこの、あの、相手が力強いディフェンスでフィジカルバトルっていうところをいなしながら急所に行けるみたいなところも見たいなと思ってますね。はい。すごい楽しみですね。はい。というはい。で、そして、マリノスは、はい、はい。マリノスに関してもちょっと同じ問題があって、マリノスの方がちょっと顕著ですね。はい。あの、4-1-2-3で、この後ろから繋ぐときに木田への負担がすごい大きいんですよ、はいはいはい、もう木田の周りのサポートなくてインサイドアウトはすごい高い人って瞬間的に降りてくるみたいなところなんで、相手押し込んだ状態だとこう下がってくるじゃないですか、赤が守備こっち回ってこう下がってくると結構ブロック組んでこういう感じなんで、サイドバックが中取れて、まあいい時のポセオグルー時代が続くいい時のマリノスのこの
全部使えるサッカーみたいになるんですけど、この押し込まれてるっていうか低い位置から繋いでる状況だとサイドバック開いて浮きを積んでここでハマると、でそれをちゃんと足元繋いで前進しようとして結果この辺りで引っかかるみたいなっていうのがあるんで、マリノスに関してもそこを整備できるのか、ただあれだけいい選手だったり弱い選手揃ってるともうちょっとこだわりとかそういうのでどっかのタイミングで、あ、これ繋がない方がいいなって切り替えるチームが結構今 J リーグ多いんですよね。鹿島とかも最初よりも割り切って蹴ってるとか多い。なんでそれが最近ちょっと裏をやり出してるように僕には見えるんで、なんでマリノスはそうするのかどうなのかみたいなとか。まあ、ここを、まあ、じゃあ湾岸回するのか、じゃあダブルボランチでもやっぱり元に戻してましたね、はい、時期もありましたしとか、はい、ここの、まあ、選手の使い方もそうですけど、監督としてやっぱこう決断するのって大変なんだろうなっていう感じですかね、はい、そうですね、僕はあんまそれ迷うタイプじゃないんであれなんですけど、まあ、それこそボールを動かす時の選手に与える言葉とか約束って選手あの監督ごとに違うん でそれって文化でも違ったりすると思うんですよ、はい、同じように伝えて同じように人って動くわけじゃないんで、そういうところでなんでうまくいかないんだろうとか、うん、あ日本人の選手だとちょっとこういうところってこうなんだなとか、まあ、通訳さんのところに通訳さんからの伝わり方とかもとか、通訳さんは悪い意味じゃないですよ、なんかそういう、はい、まあ、伝わり方で全然変わったり、練習メニューの設定でもこれやっといたらこういう現象出るはずなのにとか、そういうギャップに苦しんでるのはあるかもしれないですね、うん、まだこの段階では1ヶ月弱ありますので、はいはい、まあ、全然変わってないので、はいはい、ですね、はい、ということでございます。はい、はい、この2試合の中でございます。そして、はい、3つ目、はい、ありますね、はい、たくさん、J リーグインターナショナルシリーズ2024パワードバイドコモとして、うん、7月28日日曜日にですね、19時キックオフ、こちらはサンガスタジアムバイ京セラで京セラ FC 対、はい、シュトゥットガルト、そして8月1日木曜日ですね、はい、こちら18時半キックオフで、エディオピースウィング広島でサンフレッチェ広島対シュトゥットガルト、はい、ということで、シュトゥットガルトが2試合に出るということになりまして、まあ、近年は、まあ、遠藤航選手が長く在籍してキャプテンなどもやりまして、はい、まあ、それで日本でのね、知名度も、まあ、昔から岡崎選手がプレーしたりとか、はい、日本人とはゆかりのあるチームですけれども、まあ、こう改めてこう知っている方も多い中で、今季はヘネスさんのもと、うん、ヘネス監督のもと2位ということで、すごい、もう本当にどうしたんだっていうぐらいで、ね、ずっと好調を維持して、やってきたと、はい、こういうチームでございますと、こういうことで、はい、デッドガルト、まあ、また今度ブンデスリーガということでドイツになりますけど、はい、いやもうなんでいっぱい来ていただけるんでいっぱい見ましたね試合、はい、でもシュトゥットガルト序盤の試合のなんですかね、こう出来というかその時の選手の個々のレベルまでは分かんないですけど、やっぱりここの仕事いただいて見る上でなんか好調は確かに好調だと思うんですけど、決してただの勢いだけじゃない、本当に質が高いと思いましたね、うん、でそれどういうことかっていうと、それこそ僕ヘネス監督の元のキャリアで他のチームでどういうチーム作ってるか分かんないですけど、このチームに関してはしっかりプレス前から勢いだけじゃないプレスの連動がありましたし、でそのプレスを前から行くってことは後ろにスペースができるじゃないですか、それを守れるだけの選手の質があったんで、でそれが認められたからこそ の伊藤のバイエルン移籍じゃないですか、はい、それが組織で守ってるだけだったら、ね、バイエルンのスカート気づけますし、で僕見てても伊藤のクオリティっていうのは広いスペースを守れる対人能力の高さ光ってたんで、なんでそういうところでシュトゥットガルト の選手集める目利きの良さと、そこ のそのいい選手たちをちゃんと統率できているヘネス監督っていうのを感じましたね。監督セバスティアン・ヘネスさんなんですけども、はい、まあ、若い、野心的な監督ということで、はい、おじさんからがウリ・ヘネスさんということで、バイエルンライン、それで名前しますね、お父さんがディーター・ヘネスの元大ドイツ西ドイツ代表、あ、サラブレットってやつですねとかなんですよね、はい、で、この夏もね、ビッグクラブに引き抜かれるんじゃないかみたいな噂も、監督自体もちょっとあったりとかしましたけれども、はい、まあ、残留ということにはなって、はい、まあ、エヴァンクゼンのシャベアロスもそうですけど、はい、結構こう若い監督でこう他のビッグクラブ1年で名を上げてビッグクラブにゆって抜かれてうまくいけばいいんですけど、まあそういかないパターンも多くて、結構最近はなんていうんですか、そこをちゃんとこう
足元見ながら自分のあれを見ながらやってる感じだと思うんですけど、よく時代で言われる昔は昇進こそみたいな感じだったじゃないですか、はい、会社員は上行ってなんぼだみたいな、今ってこう自分の時間大事にみたいな、やりがい重視みたいなっていうのがドイツにもそういう文化があるんですかね。いや日本に近い国ではありますけどね、すごくいいと思うんですよねそれって、はい、だってそれこそ僕もここまでのレベルのことは経験したことですけど、やっぱり自分が思うチーム作りをできるかどうかってクラブとの協力関係があってこそなんで、でレバークーゼンのシャビアロンソはそれがあるからその残ってるわけじゃないですか。でヘイネスもその可能性があるなって今お話聞いてて思いましたね。うんですね。はい。シュトガルトはまあスリーバックということで、はい、まあちょっとね、あのスリーバックなんです。僕ちょっと見てると、スリーとかまあフォーか、フォーかの可変っぽくなってたんですよね。はい。はい、ドイツ代表もまあ多く選ばれてるので、はい、ミッテンシュタットとかもそうですけど、はい、あと移籍しちゃってるかもしれない可能性も、そうですね、はい、まあそれだけ注目株ではあったんですけど、うん、まあ多分この試合のポイントとしては、まあ、プレシーズンの大事な試合の一個ではあると思うんで、はい、まあその新シーズンに向けてもちろんチャンピオンズリーグもあるので、はい、どういうところわかんないです、まあどれだけ抜けるかそれともとどまるのかわかんないですけど、その中でこうヘネスさんがまたこうどう作っていくかのプレシーズンにもなる。そうですね。なんて楽しみなのは、残ったら残ったで去年すごかった選手見て、もうやっぱすげえなーがあるんですか。これがまあ仮に残んなかったとしましょう。そうなると今度シーズン終わった時に すごくなってる選手が出てきて、これが夏こうだったぞって話できるっていうのが大きいと思うんですよ。なんでまあ戦術的な話とかで言うと、このシュトゥットガルトに関しては、いやでも、どっちのシステム選ぶかも、言及はできないですけど、今で言うと、ギラシがドルトムント行くみたいな話あるじゃないですか。まあ一応現時点では噂としてる、ね。はい。もうなんか、ほぼ確認定されてるみたいな。はい、僕、来る前に、適当なこと言えないから調べたら、一応、公式で発表されてないんですよね。そうですね。なんですけど、もうほぼ確みたいに言われてて、うん、で、ギラシ残ってたら、このギラシのオフザボールはやばいですね。うん、ギラシの、そのボール引き出す時のでかくて強いんですけど細かいんですよ、うんうん、もうクロッサーがクロス入れるポイントとかパサーがパス入れる時にそのタイミング見計らってそのフリーにずっとなっとくとか適当にこの浮遊してるんじゃなくていつでもボール出せる瞬間に最高の動きをする前段階の準備がうまいんで相手の背中入る相手来たら前入るみたいなこの連続の駆け引きと、その前段階の準備これぜひ見てほしいですね。で、あとはウンダフ、はい、この選手が、まあ、ブライトンからローンで買い取りできるかいやブライトンが買い戻すみたいな、うん、この交渉今揉めてるみたいなこの選手がオフザボール全然ギラショートじゃないですけどやっぱりオフザボールいいフォワードと組むとそれによって次のスペース生まれるんでそこでボール持った時の、あの強さがあるみたいなっていうのがある選手なんで結構この辺りのもしいなくなってたら次にそのいい目利きでフォワード取ってくると楽しみですし来る、はい、来る話もいろいろありますね。まあ、ウンダフはなんか残りた、コンニは残りた、コンニ残りたらしいですよね。なんかでギラシ仮に抜けたとしたらじゃあフェルクルクが来るんじゃねえかとか噂もあったり、じゃあ交換みたいなんですか、噂もあったりして、まあ、どうなるか分かんないですけど、まあ、それはそれでまた多分戦い方が変わるんで、そうですよね。ドイツ代表の、ね、チャンピオンズリーグ準決勝、あ、チャンピオンズリーグ決勝で戦ったフォワードが来るわけですからね。そうですね、はい、まあ、なんで、まあ、ちょっとその辺も楽しみではありますね。はい、はい、で、まあ、ここはまた J リーグのチームに対戦はしますが、はい、京都そして広島、はい、ということで関西圏の方特に注目にはなるんですけども、ね、うん、はい、まあ、京都はね、はい、長期勢さんが長くやってますし、はい、広島もね、うん、やっぱスキッペさんは、はい、語る方多いじゃないですか。はい。はい。今季も調子いいですし、うん、っていう中で、まあそういったところで、またカラーの違う2チームなので、うん、まあその強度っていうところでは同じね、ベクトルではあるかもしれないですけど、はい、まあ、ちょっと楽しみな部分も多いかな。そうですね。僕、川崎選手とかすごく好きなんで、はい、まあ、京都に関しては、そういう、やっぱドイツって、特にヘネスさんは前からのプレスとかこだわりあって、しっかりやらせると思うんですよ。それこそ、人が抜けたら新しい選手たちにそれしっかり仕込まなきゃいけないんで、こういうプレシーズンとかも一個一個大事にしてくれると思うんで、シュトゥットガルトみたいなこう雑にプレスかけてこないチームに対して、まあ、また雑な可能性もあるんですけど、それはそれで付け入る付けあるんでいいですけど、そういうチームに対してどのくらいできるか、まあ、シーズン序盤ほど京都も低い位置でつなぐことにこだわりは持たないチームだと思うんですけど、逆にこういうプレシーズンの、こう
J リーグと違ってこう順位でとかそういうところで見られる大会じゃないこそない大会だからこそたくさん収穫とか選手を育てようと思って、うん、そっちの戦い方を選ぶっていう可能性あるんで、うん、ってなってくるとすごいそこは楽しみですね。あと、まあ、若い選手がどれだけ出るかっていうのもありますしね、はい、あの京都ユースみたいなところ一応名門でもあったりするので、はい、まあ、それぐらいの選手がどれぐらい気合い出してやったぞっていうやつは楽しみです ね、はい、ですね。まあ、ちょうどあの3自体もね、あのドイツのサッカーに対してあの造形深くて、そうですね、行かれたりも結構してたりしますからね、はいはい、なんでそういったところでの監督としてのモチベーションも高いと思います。はい、そしてスキッペさん。そうですね、はい、スキッペ監督は本当あの広島サッカーを見ると、はい、あのまず、まあ、3バックっていうのもあるんですけど、ビルドアップの時に立つとプレスがはまりやすい、このここのサイドフロントっていうんです、出るんだけど、うん、一番外側の低い位置、相手のファーストプレスを外側で受けるところでボールを受けないっていう、広島の場合はこういう形になるんで、はい、なんでこの形でプレスをかわすことができて、なおかつ攻撃の時にどんどん裏狙う選手が多いっていう、うん、ライン間で受けながら裏狙ってっていう、すごく見てて何ですかね、フラストレーションが溜まりにくいサッカーをしてるんで、なんでそれがしっかり、まあ、今の広島の評価につながってていいサッカーしてていいなというふうに思いますね。スキビさんね、代表監督になってほしいっていう方もね、あ、はい、その前からいらっしゃったりもしますからね、こうやって当然だと思いますね、うん、なんであの戦術的なところでも5バック使ってても、まあ、後ろ守り固めるみたいなだけじゃない戦術やってるんで、それもいいポイントだと思います、うん、はい、ということで、まあ、ちょっとその辺のやり合いになるのか分かんないですけど、いや、なんか J で評価高いチームがこういうふうに、はい、あの作り直してる段階のシュトゥットガルトと戦って、まあいい状態で戦えるといいなと思いますね。本気になってほしいですね、はい、相手も、はい、はい、ということで、駆け足って言いながら、はい、実は結構時間が経ってたなって、はい、思っちゃったんですけど、はい、改めて今ちょっと 5試合というか、はい、海外来日3チーム、はい、そして、まあ、J リーグは 1,2,3,4,5 チーム、うん、はい、まあ、監督目線でちょっとお話をいただきましたと、はい、こういうことでございまして、はい、まあ、こちらなんですけれども、うん、はい、明治安田 J リーグワールドチャレンジ2024パワードバイドコモ、そして J リーグインターナショナルシリーズ2024パワードバイドコモ、こちらの全5試合なんですけども、はい、チケット一般発売中ということになっております、そして、7月27日、神戸対トッテナム、7月31日浦和対ニューカッスル、そして8月3日横浜 F マリノス対ニューカッスル、こちらでは、まあ、観戦チケットに加えて、快適な空間で特別なお食事などを楽しんでいただけるようなホスピタリティチケット、こちらも絶賛発売中となっております。詳細については概要欄に、特設、サイトですね、大会の特設サイトの URL などを載せておきますので、ぜひご覧いただければというふうに思っております。ホスピタリティって T なんかもホスピタリティなんかもすいません、イングランドとか結構、まあ、その何ですか、社交の場としてもね、サッカー使ってたりとかしますからね、はい、いや、そうですよね、だからそこでなんかこう解剖できるみたいなところが一種のステータスみたいなところありますもん、はい、なのでぜひ楽しんで、そういうところでも楽しんでいただければいいんじゃないかなというふうに思います、はい、ということで、はい、盛りだくさんで盛りだくさんですね、お話いただいたんですけれども、はい、まだまだ終わらないということで、はい、今回前編ということになっておりまして、後編は、はい、レオザットボールさんのチャンネルにて、はい、原大吾さん、はいはい、進行をしていただきまして、はい、各チームのね、今ちょっとまあ戦術も話していただきましたけど、まあ、本当に触りというか、なんとか次で話したいと思って止めようとしたんですけど無理でした、ね、わーってまあなんですけど、はい、まあ、具体的に次は原くんに結構頼ると思いました、はい、いっぱい出しちゃったみたいなまあそこはうまくやりますね、はい、はい、噛み合わせですとか、はい、まあ、すごく具体的にね、ここの選手、ここのマッチアップがとかいうところも、もっともっと話せる場所あるので、はい、そちらも、レオザフットボールさんのチャンネルで後編として配信しますので、はい、ぜひチェックしていただければと思います。はい。はい、ということで、レオザフットボールさん、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ぜひ、来日クラブたくさんありますので、はい、皆さん楽しみにしていただいて、夏を迎えてもらえればと思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。後編もよろしくお願いします。